長女を亡き後、弾薬は忽然と消えてしまいました。時を同じくして非道を厭わぬ董卓が強大な兵力で都を制圧します。袁紹と曹操は董卓と弾薬のつながりを疑い、これを討つべく立ち上がりました。二つの小生に導かれ、あまたの輝きが集結し、全18軍にも及ぶ反董卓連合が結成されました。こたびも存分に手柄を立てるがいい。敵も強兵でな、交渉と申したか。お主は怪我人の救護に当たってもらえぬか。弾薬とともにビューに逃げろと。はっ。この両船が敵を止め、時を稼ぎましょう。任せたぞ、両夫。怪我人のようね。手当ては私に任せて。孫権殿がこの先で奮戦されていると聞いたわ。あなたなら駆けつければ力になれるかもね。長女の元から消えた弾薬、行方を探るには再び洛陽に行くしかなさそうね。長女の元から消えた隊員、行方を探るには。あなた方が去られた後、洛陽は大きな波乱に見舞われました。董卓という男が武力で都を占拠してしまったのです。
卓がなぜ急に力をつけたか、理由は定かではありません。この古老館は楽陽につながる道を塞ぐ関門、董卓の兵も必死の防戦の構えです。董卓を甘く見ては痛手を受けましょう。お気をつけください。董卓を甘く、お気をつけください。形勢も逆転できようが、体が、こいつを使えば形勢も逆転できようが、体が、
かたじけない。助かったぞ。実は我がせがれ孫作が敵中へ突出してしまっていてな、連れ戻そうにもこう敵が多くては思うにことを運べぬ。お主であれば頼めよ。力ずくでも構わん。孫作に追いつき止めてもらえまいか。わしのことは心配いらぬ。先に行ってくれ。わしのことは心配いらぬ。先に行ってくれ。
攻勢に出るぞ。先家のために命を惜しむな。油断しただけだって。減らず口は油断しても負けぬようになってから叩け。もういいって親父、一人で戻るって。サグ、いらぬ手間をこれ以上かけさせるな。ジェイ、ジェイ、すまぬ。わしがこの花垂れを連れて一旦戻る。この場は任されてくれぬか。この先にある仕掛けで城門を開けば、味方が堰を越えて進軍できよう。ただこの先の敵将は思いのほかやるようだ。気をつけろ。この先にある仕掛けで城門を開けば、味方が堰を越えて進軍できよう。ただこの先の敵将は思いのほかやるようだ。気をつけろ。You